よし、皆さん、ズグツナイトです。今日のレビューは、この特別の、本物のサイトの EOTECH EXPS3 Tag Zero。それは大体 E とはエクストリームの意味ですけど、本物のサイトはこちらでしょうね。EOTECH です。このサイトは、EOTECH は前にはなんとか軍事に超人気のやつだったんですけど、ちょっといろいろのちょっと問題があったから、暑い場所とすぐに寒い場所になったら、そのレティキュールターゲットのサイトにちょっとおかしいになると、ちょっとミスがちょっと多いになったので、そのせいで、いろいろの問題があったと。政府とか軍人とか、場合によっては地震でちょっとなくなった、これの方で、その問題のせいで。でもその時からよく治ってたと。これがまだ、世界一の、世界一つだけのホログラフィックサイトですよね。ホログラフィックサイトとレッドドットサイトはちょっとだけ違いますよね。ドットサイトはみんながよくわかるの、ドットサイトとか、このレプリ、別のレプリカの偽物のユーテックは、そのちょっとクリアじゃなくて、ちょっと黒のなんとかサングラスみたいの感じるがあるので、それでレッドドットが見やすいのためです。ちょっと違うとあまり問題ないけど、ホログラフィックサイトはよく違います。ドットじゃなくて、よくレティカルがあるとか、どこでも遠いと近くに見たら同じサイズみたいのですね。じゃあ、E とはエクストリーム、それはだいたいもうちょっとアップとかボタンは、左の方にありますよね。それと取れるのはこのレバーに引っ張ってと簡単に取れますよね。あまりやりたくないけど、この感じで。ちょっと硬いけど、本物ですけど。じゃあ、その以外、これはレッドの版ので、緑も作ってたんですけど、それは XPS2 だけに使ったので、3とはなんとかジェネレーション3みたいな感じ。もともと新しいの版、これは2017年ぐらいですよね。と、その0は中には1つだけのドットにあります。と、そのイオテックの超人気のだと、ドーナツ・オブ・デス、なんとか死神のドーナツ、ちょっとみたいな感じですよね。じゃあ、使ってるの方は、このボタンは3つだけがあるのに、ダウンとか上とか、それは1回に押すと、オンになりますよね。そうそうそう、ちょっと見やすい。どこだった？ 1回に、あった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 。超綺麗に見えるのやつですね。綺麗に見えるので、最初にはダウンに押したら、4時間ぐらいに、ジロ消す。と、アップに押したら8時間にジロ消す。今、消したいなら、両方のボタンに押したらオフになりますよ。この横には、これが3番のよくあるのは NV。それはレプリカのようは赤から緑になるんですけど、本物なら、ナイトビジョン用のためですね。お、綺麗ですね。ナイトビジョンに使ったら、ヘルメットからが使いづらい。それはよく、IR レーザーが使おうのことですね。でも、ナイトビジョンも、このマウントもあるから、そのマウントにナイトビジョン使ったら、できるんですけど、それはもともと動物ハンティングみたいな感じですね。戦争なればレーザーが一番正しいです。その以外は、ライトの強くさは、2から20までですけど、もっともっとアップ、もし、超眩しい場所ならよくアップにできると見えますよね。これが強すぎるから、この普通のライティングで使えない。と、もしかして真っ黒なればすごく小さくに使ったら、よく見やすいですね。と、ナイトビジョン押したら、そのナイトビジョンが使えないと見えない。でも、まあ、ナイトビジョン使ったら緑になるんですけど、その以外には普通。と、両方のボタン押したら、
消すの感じですね。それとサバ本物よりサバゲーにもし使ったらこのレンズカバーもインターネットで安いに買ったないと、まあレンズがもし壊れたらまだ使えるんですけど、壊れないの方がやっぱりいいですね。じゃあイオテックはその感じ。この後ろの方は、G33 の、前からのなんとかズームのやつ、なんマグニフィケーションに使ったら、3X にもっと、あっちに何かあるかカーンによく使いやすいです。とこのレディカルのは、8メートル未満に下の方に使ったら弾があっちに当たれる。その以外に中のパカンに当たりやすいですね。と200から400、まあ、ちょっと懐かしい本物の拳銃は400ぐらいは真ん中に当たれると、ちょっと300ぐらいちょっとアップになる。弾が10からピュー上に、それから下から1メートル、そのまま下の方で真ん中の方、ちょっと上からまた真ん中とちょっと下みたいな感じ、弾がこうの感じに行くから500メートルぐらいはちゃんと使いやすいですね。じゃあサイトは、誰でもよくわかるの CR134 の電池、そのシェアファイアのすごく人気の電池だけが一つだけが使おうから、普通のセッティングから100時間ぐらいそのままで大丈夫ですね。それ前よく使ったら前6ヶ月間か3ヶ月にこういっぱい使ったら3ヶ月、それからもっとちょっと早いけど、普通に使ったら前半年ぐらいに交換すれば OK です。とちょっと弱くになったら、この使いの時はパカンパカンパカンになるから、ああ電池がすぐ交換しないとちょっとなくなるんですけどの意味ですね。でもイオテックはすごく使いやすい。そのよく見た先にはその超クリア、色が全然変わらないですね。とそのレティカルあると超使いやすいと、ああそうだったね、ちょっと近いならちょっと遠いとか、どこだった、チクチクチヒーヨー、あったあった、もう近くでも遠いでもサイズが変わらないですよね。それはただ魔法です。いや魔法じゃなくて、あれ僕でも見えないね、なと大体その感じですね。いつも同じサイズからどんな遠いは間違いない。これからでも同じサイズ、同じサイズ、これでも同じサイズ、すごくこれより小さいになるんですけど、いつもと同じサイズです。まあ使いやすいと、ジョットのやつからこれがもしかしたら一番好きのレティカルですよね。前のはもともと安いけど、これが本物の拳銃とか何か大変の天気でもちゃんと安全です。水が入られない、強く風とか寒い暑い、あまり変わらないですね。じゃあレビューはだいたいそのままですよね。すごくジョットのやつと拳銃に使うもちょっとかっこいいの感じでも出るから、この茶色がやっぱりいい感じですよね。じゃあ皆さん、このレビューはそのままで、質問あればコメントによろしくお願いします。じゃあ皆さん、すぐに一緒にサバゲー行かないのですか。サバゲー行きたい、もう1年以上ですけど、サバゲーは本当に、まあ、行かないとちょっと、まあインスタグラムのモデルだけじゃないですから、本当にサバゲーしないとちょっと大変ですね。じゃあ皆さん、お疲れ様です。